最後に来たのが2年前でした。うわぁ、京都だ。いいなぁ、めちゃめちゃ綺麗。京都、南田さんです。南田さんの前に立って思いがぶわーってなんか ありがとうございます。行ってきます。太郎役を演じさせていただきます IMP の影山武也です。川三郎さんの下でお芝居をさせていただくっていうのはこれからもずっと僕の中で の宝物になるのでお願いいたします。ありがとうございます。宝物ですよ、そんな動画。あれ、なんか僕今日すごい知られません？え？影山拓也っていう人物と向き合ってくださってるんだなっていうのは感じましたね。五郎か太郎でまだ決まってませんっておっしゃってたじゃないですか。で、僕は初めから太郎と思ってた。あ、本当ですか？そう。歌に説得力がないっていうのをいただいたんですけれども、素直に感じたのは側がもう玉三郎さんにその IMP の YouTube に出ていただけるっていうことでもう大喜びでした。本当にありがとうございます。こちらこそ。考えられないですよ。いや考える、いやそれ言わないで。わかりました。とにかく好青年であるということはもうありがとうございます。皆さんお分かりだろうけれども、初めて会った時からどうやって発声の練習したらいいですかって言ってる人だったんで、あ、何でも前向きに舞台立ってるんだなって思っていましたね。ありがとうございます。それすごく印象深いです。まだ深く知り合ってないから彼の本質のことところは稽古しないとわからないけれども、彼はやっぱり太郎として真ん中にいてくれた方がいいかなと思った。いや嬉しいです、そう思っていただけて。はい、ありがとうございます。自分もそわそわしてました。五郎か太郎でまだ決まってませんっておっしゃってたじゃないですか。でも僕は初めから太郎と思ってた。あ、本当ですか？そう。あ、嬉しいです。いろんなたくさんの経験をしているので、踊ったり歌ったりそれからいろんな経験をしているっていうところがいいかな。ただまあ龍之介君だって 2.5 次元で活躍してるし、松田君だってテレビもやって舞台もやってるし、石井さんだって初演のマリウスから今日まで来てるわけだから、そういう意味ではみんなそれぞれの経験があるので、うん、今回僕はすごく幸せなキャスティングだと思っている。うん、ありがとうございます。やっぱり自分のことになってしまうとなんかあまり答えが出せないのかなっていう太郎はそういう印象もありますし、友達だったりそういう方に対してのアドバイスはすごく冷静で的確に優しく向き合える人物なんだなっていうのは感じましたし、なんか自分もそういう人になりたいなって思いました。人の話を聞くのが結構苦手なタイプなんですよ僕。あ、そう。なんか苦手というか話聞いてないでしょってメンバーとかでよく言われることがあるので。どういうこと？飛んでるのじゃん。なんか話を聞いてると他のことを考えてしまうこともあるんですね。なんかそういうところはしっかり太郎を見習っていきたいなっていうのはありますね。あ、そう。そうなんです、はい、そこは全然わかんない。ただスッと立った感じが太郎なんだろうなっていう感じがしてる。哀愁みたいなものがチタッと見えてくるので、だから太郎がいいかなっていうふうに思いました。なかなか演出では出ないもので彼の持ってるものだと思うんですね。ただ一瞬だから分かんないけどそれが出るかどうか。まだその1回しかやらせてもらってないので、あまりその難しい、ね、そうこれからこれからなので。もともと趣味って何？その仕事以外は。そうですね、でも僕結構
コーヒーが好きです。コーヒー、はい、美味しいコーヒーを紹介します。本当ですか、はい、ありがとうございます。コーヒーはどうやって食後に飲むの、それとも甘いものと、ブラックコーヒーを飲むときは甘いドーナツとかを一緒に食べたりして。本当に普通のアイスカフェラテだったらもうそのままですね。あ、そう、はい、あのね、ハワイ島のコナっていうとこがあって、はい、そこで見つけたの。コナコーヒーですか。そう、あ、東京では売ってなくて、はい、そこから送ってもらってるんだけど。あ、そうなんですか、うん、すごいですね。あ、コーヒー、コーヒー大好きです。はい、流れ星をまだ見たことなくてですね。あ僕、そうなんですよ。なので、あの流れ星を見てみたいなっていうのはあの思いますね。ぜひね、はい、いろんな星空を見てもらいたいね。うん、見たいです。あのね、マウナケアってハワイ島の4300か400 の、はい、あの山に登っていくツアーがあるのね。星空の中に放り出された感じ。で、横にまで星があって、はい、日が沈んでいくんだけども、太陽が真裏に来るまでは向こうはほんのり明るいんだよね。はい、見たいです。見せたいね、星が。星。星が。今日は星で合わせてきました。あ、やっぱり、はい。ネクタイが星のマークが入ってます。で、これは実は星ではないんですよ。何、雪？これはちょっと自分でもわからなくて。星です。星ですね。星です。虹はどうですか？虹ですか？虹は見たことあります。うん、それこそ以前 2B で、うん、ハワイに行かせていただいたんですけれども、うん、その時にはもう。それじゃあ見たことあるんじゃないですよ、あの星空って。星空は僕見たことないんですよ。多分ハワイ見てないの？見てないと思います。上見てないんだ。そうなっちゃいます ね。ダメですね。もっと胸張って上向かないとダメですね。あのね、プラネタリウム行ってきてよ。あれは星と認定して大丈夫ですか？僕は大丈夫です。そっくりです。あ、本当ですか？うん、本当ですか？それで、ね、僕はできれば本物を見たいんですけど。あ、でも本物見に行けないでしょ。まあそうですね。場所がわからないです。プラネタリウム。今きっとね、素晴らしい機械でできてると思うの。はい、それこそマウナケアで見たような星がバーッて出てくる、それで音楽と一緒に星空がグワーッて動くと自分がこうに動いてるみたいな。あ、そうなんですか。素晴らしいよ。プラネタリウムっていう手がありましたね。うん、そうですね。なんかとてもワクワクするような楽しい気持ちになりましたね。うん、なんかその自分たち その夢を見つけるために星列車に乗るっていう、なんかその子供でなんかその純粋でピュアだからこそなんか自分に素直になれるのかなっていうのはとても印象的でしたね。はい、僕の勝手なイメージなんですけども、宇宙って無限大じゃないですか。で、青年たちの子供たちの夢も無限大だと思ってるんです。なので子供たちの夢って宇宙と等しいぐらい大きいんですよっていうものを感じました。はい、発声の仕方がまず違うんですよ。それによって声の出し方も変わってきますし、 IMP の楽曲を歌ってる時の声じゃないですからね。それが今難しくて、うん、もうこれは理屈じゃないと思うので、とにかく練習練習で歌いまくるしかないんだなっていうのは思います。はい、ただ僕自身歌は歌うことが大好きなので、うん、なんか楽しく歌えたらいいなっていうのはありますね。うまく歌おうってなると空回りしちゃうので楽しく歌えるように頑張ります。はい、改めてその
気づいたと言いますか、あの歌を歌うときにやっぱりそのしっかり歌詞のをイメージして、自分がちゃんとそこにはないけどもちゃんと見えるぞっていうところまでイメージして歌わないと歌に説得力がないっていうのを玉三郎さんからお言葉をいただいて感じましたね。はい、自分たちの楽曲で歌う時とかもやっぱり言葉にも全て意味があるので、そういうものを自分の中でどういうふうに受け取ってどういうものをイメージして歌うのかっていうのはとても大事なことなんだなっていうのは、本当にそうだなっていう、これはもう僕のあれで考えですけど、なんか歌が上手い人ってなんか音程が取れてたりとかっていう、そういうのはもちろん大前提にあると思うんですけども、そこが一番大事かって言われると僕はそうじゃないと思ってて、聞いたことない歌でも自分が経験したんじゃないかなって思わせられるような歌を届けたいですね、僕は。はい、皆さんおっしゃってましたけども、愛を感じます。もちろんこの作品に対しての思いっていうのは あるとは思うんですけども、僕が素直に感じたのは影山拓也っていう人物と向き合ってくださってるんだなっていうのを感じましたね。厳しさから出る愛、なんかこの作品だけで終わらせないんだよじゃないですけども、これを経て IMP として活動していく時も多分玉三郎さんの言葉って僕の武器になると思ってて、太郎を仕上げるために厳しくではなく、影山拓也っていう人間を成長させていただいてるなっていうのは本当に感じました。はい、当然ですね。僕の年齢になって彼らと会った時にそういうことをしようと思わないんだけども、ただ自分から思ったことを影山君に対して思ったことが後から理解してもらうってことがすごく嬉しいことだし、そういう意味では全力で向き合っているんです、僕みんなと。光栄ですね、ありがとうございます。リアルじゃないですか、なんか事前に撮ってるものを見せてるわけではないので、その時に動いてるものをリアルで近い距離で感じられるっていうのはやっぱりその舞台の醍醐味だと僕は思いますし、なんかそういう意味でもお客さんと共にその、今回で言ったら星列車で行こうっていう世界を、そうね、感じていただきたいな、はい、っていうのはありますね。はい、よかった、はい、こちらこそです。ありがとうございます。お忙しいところありがとうございます。皆さんこんにちは、 IMP リーダーの影山拓也です。私の初主演舞台星列車で行こうが、7月から8月にかけて、京都南座さん、そして8月に愛知園座さんでやらせていただきますので、皆さんぜひよろしくお願いします。待ってます。